鹿児島県奄美市出身歌手の羽鳥浩介です。今大変な時ですが、歌を通してまた皆さんに元気な姿でお会いできますように願っています。今は我慢の時じゃいが、もう一度じゃいが気張り申す。桜島でごわす、えのきたたきでした。皆さんこんにちは。大好きな鹿児島、見てよし、食べてよし、人もよし、頑張りましょう。笑顔と挑戦。薩摩大使の北園亮です。鹿児島県民の皆さん、新型コロナウイルス感染症の影響で大変だと思いますが、一緒に頑張りましょう。気晴れ鹿児島プロジェクト。宇賀民小蘭、奄美大島出身の歌手木月みなみです。私は毎日お家でも大好きな歌を歌っています。皆さんの好きな歌は何ですか？また鹿児島の皆さんと一緒に歌える日が来ますように。共に気晴れんしょろです。最近やりたいことが増えました。皆さんどうですか？ほらじゃったら今を一緒に乗り切って一つ一つ実現していきましょう。決まっていっと。佐藤アンナです。音楽の力で皆さんに元気と癒しを。大変な状況ですが、みんなで乗り越えていきましょう。ウェットさん、歌手の西田愛です。音楽の力、笑顔の力で皆さんに癒しを届けていきたい。気晴れ鹿児島チェスト、西田愛でした。ありがとうございました。薩摩大使の宮下純一です。コロナが落ち着いたら鹿児島の皆さんに早く会いたいです。今は自粛して東京で頑張っていますが、料理にハマっています。好きなことをどんどん見つけていきながら、皆さんに会える日を楽しみに待っています。皆さん、決まりましょう。